クリストファー・レン。サー・クリストファー・マイケル・レン。サー・クリストファー・マイケル・レン。1632年10月20日から1723年2月25日は、イギリスの建築家、天文学者。イギリス王室の建築家であり、ロンドン大化からの復興を行い、バロック建築をイギリスに取り入れた人物として知られている。同名の父。 クリストファー・レンは、ウィンザーの主席司祭で、オジノは、イーリーの司教で、二人とも、公共会派の中心人物であった。ウェストミンスタースクールで教育を受け、十五歳の時には、下界学校で解剖学の教師をしばらく務め、その後オックスフォードに赴き、後に、王立教会を創設する一派と信仰を持つに至る。その後、数学者として、活躍、年には、 ロンドン大学六百六十一年にはオックスフォード大学に戻り二十五歳で天文学教授に就任。イープリンは彼を奇跡の若者と呼び、ニュートンも彼を当時の最も優秀な幾何学者の一人であると考えていた。図学特に遠近画法の科学的研究やイタリア人、建築家ベルニーニなどの美学をもとに幾何学を研究テーマにしていたことから、建築や 都市計画を自身の研究の応用分野として捉えていた。1660年から事業所でジョン・デンハムの下でサーベイヤーを務めていて、1666年のロンドン大火が起こる4年前から広場や都市計画のあり方について独自に研究していた。その傍らで、1663年にオックスフォードのシェディドニアン劇場と、 ケンブリッジ大学のペンブロークカレッジのチャペルを手掛ける。シェリドニアンのトラス屋根を採用するなど、この時点ではまだ素人域であったが、設計に最し優れた才能を見せつけている。その後セントポール大聖堂の修復を指名されると、彼の経歴は新たな局面を迎える。1665年から1666年にかけては、主に建築を勉強するために、 パリで8から9ヶ月滞在、フランドルやオランダをも足を運んだ。滞在中マンサール・ヤルゴーからもより多くを学んだと考えられ、彼らの作品を研究し、フランス建築とオランダ建築に主な影響を受けているとされる。パリでルーブル宮殿の改築計画計画、1664から1665年に携わっていたローマの建築家。 ジャン・ロレンツォ・ルニーニにもあっており、こうしてフランスやイタリアのバロック建築から多くのものを学んだ。ロンドン大化が起こった当時は34歳、復興のため壮大な都市計画を構想した。彼のユートピア的な都市計画は、大地主の反対により実現しなかったが、レーンは大化が起きるのを防ぐための法制度制に努めた。ロンドンの大化の後に制定された再建法。 1667に基づいて監督官の一人として指名され、1669年には王室建設局の建築総監となった。この再建法により、家屋の不燃化や道路の復員などが定められ、今日に続くロンドンの都市の骨格が形成されることになった。また、五十を超える消失した教会道の再建にあたった。彼の経験主義的な精神の あらゆる側面は、セントポール大聖堂を、はじめ五十数棟のシティチャーチの再建に表現されているとされる。レンの手がけたシティチャーチは1670年から1686年までの間に建設されたが、先例経験のない教会の再建によってその最盛期である1677年には30近くの教会が建設再建中であったという。 あるものはやや急いで計画されていて、仕上げも粗雑なシティチャーチも多い。その中で詳細に見れば、より学問的で洗練されているのが、傑作セントポール大聖堂であり、精神的新鮮さと、相違、冒険的な経験主義を示していると見られている。セントポール大聖堂は、最も壮大なもので、レンの代表作である。そのドームは、 世界で最も雄大で平成なものの一つであり、様式は純粋な古典主義を採用。特にバロックの影響はこの建物の至るところ、特に塔、正面ファサード、そしてギパースペクティブ窓のニッチや、振動のバットレスを隠すための側面立面の偽の上階部分といった錯覚をよぶ特徴において明らかである。内部は、見かけは古典主義的であるが、多くのバロック的素振りが含まれている。 イニホー・ジョーンズの作品は別として、当時英国に古典主義的な教会建築の洗礼はなったのである。この建物は1675年に寄稿されて1709年に完成されたが、レンはまだ生きていて、それを見ることができた。彼が設計する建築の平面構成は極端に多様であり、大胆に独創的であることもしばしばあった。セス・ティーブン・ウォルブルック教会。 1672年はセントポール大聖堂の先駆けで、コーンヒルのセントピーター教会、1677年から1681年、別れ独特のボールトが掛けられた振動と速労のある二層ギャラリーの教会を最初に示した。この形式は後に、セントクレメントデインズ教会、1680年紀行、トッピカデリーのセントジェームズ教会、1683年紀行、 でも試みられる。また、戦闘のデザインにおいてもよく見られ、ロンドン東部のセントダンスタン教会のネオゴシックから、セントベディスト教会とセントプライド教会のホォロミーに、的な幻想にあふれるのまで様々である。このほか、ハンプトンコート、クリニジなどの宮殿を建設。ハンプトンコートでの大掛かりかつ入念な増築と、改築のうちでは、 現在校舎の断片しか残っていない。またこれはアシスタントであったウィリアム・トールマンによって修正され変更されているとも言われている。実際彼の設計であるというものは希望的観測に基づいて与えられたものが多い。とれ、確実に彼によるものとされる都市住宅やカントリーハウスはない。ホックスムアは注目に値するただ一人の彼の弟子であるが、彼が 建設局を支配していた間に与えた影響は広く深い。トーリー党との関係で1685年と1701年の二度に渡り、会議員にもなる。1688年の保育革命は生き延びたが、1714年にジョージ一世が即位時に官職は失う。その他、王立協会創設時のメンバーでもあり、 これらの功績によりサーの称号が与えられている。1673年にオックスフォードでの教授職を辞任した際にはナイトシャクに劣せられた。私生活では彼は2度結婚しており、最初はサー・ジョン・コップヒルの娘と2度目にはリフォードのフィッツ・ウィリアム教の娘と結婚した。そして自ら知したところによれば、神の慈悲により、 王室の勤務に長い人生を費やし、世の中にいくらか、その存在を知らしめて、91歳で死去する。なお、小惑星の連は、彼の功績を称えて命名された。1981年から1996年に、かけて用いられた50イギリスポンド紙幣に肖像が描かれている。建設局の事業として、設計関与したもの。 個人名義で委託して設計。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。